皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土パフォーマンスです。今日は屋外からボンド東京でカスタマイズした車をご紹介いたします、はい、紹介してくれるのはボンド東京店長内山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと朝日が、はい、眩しいですね。ちょっと今日早起きしすぎました、はいはい、今8時です朝、はい、8時です。朝8時からちょっとかっこいい車をお届けいたします、はい、今回ご紹介するのはフェラーリ488ピスタですね、はい、これは東京店のブログに過去1回出ましたね、はい、以前はその第一段階として、まあ、ラッピングだったりローダウンだったりっていうそういった部分をさせていただいて、まあ、今回待望のホイールが届きましたので装着をさせていただいたということをご紹介させていただければと思います。なるほど、今日は随分かしこまってますね。はい、はい、もうちょっとピシッとしていこうと思ってこれからは、はいはい、ちょっと朝なんてみんな様子がおかしいんですけどちょっとお届けしたいと思います、はい、若干変なテンションですからね、はい、でまずそのラッピングは元ボディがこう赤から、はい、そうですね、ロストコルサーという赤から、全体的にサテンブラックという、まあ、ハンティアブラックですねにフルラッピングをさせていただいております。で元々ストライプも確か入ってた、はい、ストライプも入ってたんですけれども、ストライプが入った上にラッピングをすると塗装の段差が出てしまうので、そのストライプの線がうっすら出ちゃうんですよね。まあそれはそれでエンボス的な感じでもいいかなと思ったんですけど、今回ちょっとグロスブラックで、まあ、ピスタのストライプを意識した、ラインを作って入れてます。なるほど。またそこはちょっとこう黒の色味を変えてグロスブラックで黒の陰影をつけるようにして。じゃあ元ストライプ剥がしてからラッピングしてるってこと？いや、元ストライプは剥がしてないです。あ、剥がしてないんだ。クリアで包まれているので。あ、なるほど、はい、その状態でラッピングをするとこうストライプの跡が出ちゃうんですよね。あ、なるほど。ポコッと。じゃあそれと全く同じ幅だった？同じ幅でやってます。だからこう違和感なく。そうです。あ、なるほど、はい、だから純正と同じ太さでストライプを作ってます。なるほど。そしてローダウンはこれはロベルタのスプリングで、まあ、リフターもつけているので前後ともにスプリングを交換して車高は下げてます。じゃあもう前輪フロントリア両方車高が上げられるっていう。そうですね。じゃあ使い勝手も損ね、はい、まあ、あとキャリパーももともと赤だったんですけれども、まあ、ボディ の全体の雰囲気に合わせて今回グロスブラックにして。なるほど、はい、ここも黒でまとめてます。でもう外装はもうピスタでかっこいいんで。そうですね、まあ、細かいところで言うと、まあ、こういったところ本当は488系ってカーボンフェンダーエンブレムの設定がないんですけれども。あ、そうなの？ないです。他車種流用ですね、はい、形はこう合うんだ。合います。流用して、カーボンフェンダーエンブレムをつけてます。で全部このメッキパーツもスモークペイントをして。なるほど、はい、トーンダウンさせてます。なるほど。この辺と、そうですね、枠とこの、はい、もう後ろからも全部エンブレムはスモークペイントでまとめてます。じゃあこれ488詳しい人とか乗ってる人から見ると、そうですね、なんでこれついてんのみたいな、設定ないじゃんみたいな。なるほど、はい、ちょっとマニアックなポイント、クロート視野。そして一番の注目ポイント、ホイールは、はい、今回はアナーキーの S1X3 という、デザインを装着させていただきました。まあ、もともと、まあ、ちょっとフェラーリの F8 の純正ホイールにも、まあ、なんですかね、形は似てるので、まあ、間違いなくかっこいいのかなと思って。なるほど、はい、これは今回ワンピースなのは、これはちょっと理由が、まあ、それは X シリーズが今ワンピースしかないから。え、そうなの？ワンピースと3ピースしかないので、うん、僕の大好きな2ピースが、ま、あー、なるほど、設定が今のところないので、ちょっとシンプルな方に来るためにも、はい、そうですね、ワンピースにしてあると、はい、で色がまたちょっと東京店であんまり見かけない感じの、はい、これがブラッシュドシャンパン、グロスクリアってやつですね。なるほど。まあ、ちょっと薄いブロンズの印象が強いですかね。クリアブロンズがかかってる感じ。シャンパン、シャンパン、うん、シャンパンっていう名前ですね、色。ちょっとゴールドっぽい。そうですね、クリアがかかってると。まあ、ちょっとこれぐらい大人びてて、あえてなんでこのカラーに、まあ、ちょっと黒でボディが黒なんで、まあ普通にホイール選ぶって言ったら黒なんですけども、うん、それじゃうちは面白くない。なるほど、はい、シルバー系でもやっぱりちょっと、そうですね、新しくないし、まあ、ちょっと最近あんまりこの色使うことがないので、まあ、これかっこいいかなと思って。なるほど、はい、原色系にしちゃうんじゃなくて、こうあえて絶妙な色合いで、ちょっと黒でもないシルバーでもない、そうですね、絶妙なところにしたり、こうちょっとブロンズ系にしてみました。高級感もね、そうですね、いい感じじゃないでしょうか。スポーティーさもありつつ、はい、そしてリアがまたコンケーブがいいですね。やっぱりこのちょっとフェラーリとかだと細いスポークでコンケーブしてるといい感じですね。
12.5J に33525を組み合わせているので、まあ、若干ショルダーが寝る作りになってます。なるほど。少しだけここが。そうですね。タイヤ選びも結構重要だよね。重要ですね。こう立ちすぎてもこうイメージまた変わってくるし、引っ張っちゃうとこうちょっと若者感が若者感が出ちゃうんで、まあ絶妙なこのタイヤの寝方っていうのはいつもこうホイールの幅とタイヤサイズをこういろいろ考えながら、銘柄もいろいろ踏まえて考えながら選ぶようにしてます。銘柄によってもここのデザイン全然違うんで、全然違うので、なるほど、はい、もっとショルダーが立っちゃうデザインもあるし、極端に寝ちゃうデザインもあったりするので、その辺はホイールの幅で調整したりとか。この辺はじゃあお客様の好みを伺いつつ、お客様の好みというよりは内山の好みですね。お客さんはそういったところ知らないですね。なるほどなるほど、はい、じゃあもううち全部 お任せでこういう風に仕上がってる、ね、はい、僕の好みです。で、出面ももうパツパツです。はい、ぴったりですね。前後ともぴったり、はい、大好きです。これも内山オフセットで。そうですね、メーカー推奨だとこうちょっと甘かったりとかっていうのがあるんで、内山カスタマイズ加えて出面も完璧に仕上がってる。はい、だと今回はマフラーだったりその辺は、じゃあマフラーは、はい、ノーマルです。今回はじゃあもうバルブの開閉でリモコンで開けられる、それだけは、はい、じゃあ本当に外装とかなんかそう機能系に関してはもうプラスアルファ で、ね、もう完全に足元と、はい、もうボディのイメージを変えるこのラッピングでまとめてあると。そうです、ね、こんな感じでしょうか。これだけでかっこいいじゃないですか。確かに、はい、もうあんまりこうごちゃごちゃやらなくても、はい、車がベースがかっこいいんで、まあ、少しこうブラッシュアップしてあげるだけで、すごくスタイリッシュな488、まあ、やりすぎないっていうのも大事ですよね。なるほど。普段使えて普通に乗れてかっこいい車っていうのが、あ、はい、確かにやりすぎちゃってるとこう使い勝手悪くなっちゃったりとか、ね、確かにそれはありますね。走れない車ってかっこ悪いじゃないですか。はい、というわけで今回はボンド東京でカスタマイズした488ピスタをご紹介させていただきました。はい、今回早起きしてちょっとかっこいい PV 風な動画も撮ったんで、ちょっと、そちらの方もぜひご覧ください。はい、ボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。